はい、どうもご視聴ありがとうございます。ゴミ屋敷ということで、うちのことかな、こちら看病係というゲームを作成された方と同じ作者さんのゲームとなっておりますということで、だいぶ闇深な感じのゲームになってくるんじゃないかなと思います。やっていきましょうね。この子の家がゴミ屋敷なのかな。ちゃんと片付けなきゃダメだよ。ホラー表現あり。はいやだな。はいはいはい、不適切なことがたくさん書いてあります。じゃあ純粋で健全な心をお持ちの方には、非推奨ということで、じゃあやめとこうかな。うん、お疲れ様でした。ゲーム続行しますか。いいえ、正直にお答えいただきありがとうございます。そしてご安心ください、このゲームは誰も拒みません。あ、そう、簡単なミニゲームをご用意しております。どうぞお楽しみくださいませ。あ、助かります。素敵な一日を過ごしましょう。はいはいはい、私思ったよりアップテンポなゲームだな。もうちょっと暗い感じだと思ったし、そして部屋も綺麗じゃね。どうしよう、最初寝ようかな。私は、あ、今日何時頃寝ようかな。午後10時、午前3時頃、ちょっと両極端だな。まあ10時頃寝ようかな。早寝早起き、朝ごはん。無能のための教科書。ああ、無能のため猿でもわかるみたいなシリーズってことだよね。こんなの簡単。昔塾の先生がくれた本なんだよね。必死に勉強したから今じゃ余裕だよ。山積みのラブレターがしまってあります。ああ、私モテすぎて困るよな。処分するの忘れてた。そんなものはない。そんなものはない。わあ、疲れてるのかな。よく見ても見なくても普通の本棚でした。はい。で、これは机かな、私の。机です。あ、座ってる。かわいい。大切にしてる。どうでもいい。まあ、机は机だよ。小学生の頃は勉強が嫌で、机に向き合うの好きじゃなかったな。今は普通だけどね。俺も家じゃ勉強できなかったからな。いつも自習室とかでやってたから、あんまり机に対する愛着はないな。あらら。ん？部屋の隅に隙間があるようです。あらら、よくないな。手を伸ばそう。ちょっとなんだろう、この隙間。ドキドキ。ドキドキ。ワクワク。ドキドキ。あら、お部屋が広い。いや、違う。裏側のが見えてる。逆側？逆さになった私の部屋が見えてる。わあ、なんだ？怖いぞ。こんにちは。気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わい、知っちゃった。ん？私って、どうしてこんなに不細工なのかな？こんなに汚い私を見ないで。私なんて生きてても迷惑なだけ。ああ。勉強できなくて、あの子はあんなにすごいのに。ダメな僕なんて、僕、ゴミクズだよね。ああ、私の感情だと思ったらそうでもないの。僕っていう一人称。これは？どうしてどうして？俺よりも赤いあいつが活躍してるのに、俺は何者にもなれない。好きなことと一緒に俺も消えてなくなりたい。ギャー。絵が描けない。どうして？完璧じゃないとダメなんだ。ただでさえ才能がないのに、頑張ることさえできない僕はゴミだ。ギャー。いろんな感情、なんか負の感情が詰まってるね。ここは良くないな。あんまりいない方がいいね。あと私の後ろにいる君だ。お前だ。あれ触れない。ああ、なんか笑ってる。全部と話したよ。ノルマクリア。あ、帰れるね。うわぁ、なになに、隙間の方行かないよか、隙間の方行かない方が良かったのかな。道端のキノコに話しかけるなんて変なやつだよな。おい、ひゃひゃひゃ。人間が落ちていく様はいい話になるね。ひゃひゃ。人間が落ちていく様ね。はあ、ここを通っていく人を数えるのも飽きてきちゃったわね。キノコさんたち喋れるんだ。あ、あれはキノコじゃないんだ。これは喋れないんだ。え、終わり？え、もう引き返せないね。え、終わり？え、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 お疲れ様です。本当に？どういうこと？何も理解できなかった。太陽がすごい。サンサン太陽。わあ、笑ってる。かわいい。ん？ねえねえ、何に絶望しちゃったの？わからん。もういいよね。何を言っても無駄だもん。生まれ変わって頑張ってね。あ、これはじゃあ死後の世界というか、生まれ変わりのための。わあ、もったいない。やりたいこととかなかったの？やりたいことあったよ。お部屋の外出たかったし、もうちょっと調べたかった。この先ゴミ屋敷。ご不要なもの大歓迎。私が行くのね。バイバイ。さよなら。さよなら。
わあ。縛られちゃった。エンドゼロ歓迎。これはいいエンディングですか？ゼロ。最初はみんなゼロにたどり着くのかな？ゼロ、1、2、3みたいな？あら、あ、ゼロだ。これ、ゼロってこと？違うよね。続き。あー、そっか、セーブしてたか。あー、そっかそっか、最初セーブしてたね。あー、どうなんだろう、やり直した方がいいのかな、最初からやり直した方がよかったのかな。ちょ、とりあえず隙間は触らないで、めっちゃポジティブになろう。私はポジティブ、机は大切にしてる。ふふ、小学生の頃から使ってるからちょっと傷ついてるけど、それだけ使ってるってことだよね、えらい。机ぐらい買い替えてもいいんじゃないって気もするけど、まあ高校生微妙なラインだな。今日は午後10時頃寝ようかな。早寝早起き、朝ごはん。宇野のための教科書、こんなの簡単。ラブレターも、あ、きっと明日もハッピー。なんかポジティブゲージが溜まった。おーし、やったぜ。不穏な絵でね。あ、充実。じゃあ惜しかったのか、私最初。実はもうちょっとラブレターとかでちゃんと反応してれば、ちゃんと反応っちゅうのも変な話だけど、してれば分岐してたかもしれないと。お外は？明日の予定は？あ、なるほどね。じゃあ部屋で勉強。やりたいことあるし、しばらく勉強に集中しなきゃね。終わったら気分転換でどっか行く計画でも立てようかな。で、ポジティブなこと言ったけど、今日は寝ない。勉強するのって。勉強の後はゲームしてるだろうし、勉強はいつ終わるかわからないし、10時間でも100時間でも遊んじゃおうと。あ、でも結構ポジティブだね。充実してそう、これはこれで。で、これは？これ読んでないね。やることリストがあります。そういえば明日の書いてなかったね。どうしよう。じゃあ書いておこう。でもこれポジティブゲージ溜まりすぎてない？ポジゲが溜まってる気がする。ポジゲ溜まりすぎてるから、じゃあだ、どうでもいいや、机はどうでもいいや、あんまり。で、ラブレターでポジゲ溜めようか。じゃあ、モテすぎて困っちゃうなーって、恥ずかしいの出てきた。小学生の頃、お友達と交換してた普通のお手紙だったんだけど、いつの間にか本物のラブレターが紛れてたんだよね。あ、急に、ぐいぐい浮き出したってこと？怖いね。差し出し人がわからなくて、ずっとしまったままだね。あ、ポジゲ溜まりすぎた。やべ。で、ポジゲを2つ溜めた状態で、隙間行ってみますか。やること書いて、明日は、彼氏とデートはないの？じゃあ友人と遊ぼう。明日は友達と会えるからハッピー。今日中に明日の分もやること終わらせちゃおっと。じゃあこれで隙間に入りましょう。あらら？じゃあ、あ、何も見てない。これしたらどうなの？あ、残るのね。じゃあ行きましょう。隙間に。ポジティブな私、素敵。ここに妖精さんがいるはず。あら、かわいい妖精さんがいるのねって。冷たい壁になってて戻れそうにない。ふぃー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 。あら、一緒かな。じゃあ次、ネガティブゲージ貯めてみようか。もう私はダメだ。寝れないな。最近寝つきが悪いから、その時になってみないとわからないかも。眠くなって眠れたらいいんだけど。無能のための教科書も、これも私にはわかんない。無能だから、私はもう猿だから。あー、もう難しい。もう文字が読めない。いつか私にもわかるかな。山積みのラブレター、そんなもんないよ。ない。恨みつらみの文章しかない。疲れてるのかな。よく見ても見なくても普通の本棚でした。あ、もう外出たくない。太陽の光怖い。うん、やだ。特にこれといった予定はないし、ゆっくりゴロゴロしてよっと。ああ、もう机、やだ。もう机嫌い。どうでもいい。小学生の頃は勉強が嫌で、机に向き合うの好きじゃなかったな。今は普通だけどね。いや、もうほんときつい、きつい。ああ、やだ。やることリストない。そんなものはない。やることなんてない。誰も私に求めない。明日でいいや。明日でもいいかな。ああ、つらい。あ、もう何にもすることない。ああ、ハッピーな時間を過ごせますように。ああ。
なんか調べたらいいのか。ああ、つらい。わかんない。教科書読めない。あ、何にもない。ナメクジでもわかる解剖学。読めない。奇妙なタイトルでつい買っちゃった。この本を書いた人頭いいんだよね。難しいことを面白おかしく説明できるって本当にすごいな。わかんない。大天使毛布12月号という雑誌だ。もういつの12月だ。2年ぐらい前の12月だ。天使みたいに可愛いモデルさんがいっぱい乗ってる流行りのファッション誌。清楚でどこか儚い雰囲気が大人気なんだよね。私の憧れ。あ、かわいいかわいい。私もああなれてればよかったな。こっち側に壁があるな。壁がある。ああダメだ。あ、もう隙間ね。はい、行きましょう行きましょう。これでじゃあ行こう。一色性。おー、なんかここだと私と私の影がいる。あ、全部話しかけずに右行ったら変わるかな、もしかして。あ、行けるんだ。あ、でもこれ変わんないな多分。一回最初からやってみるか。最初の選択肢も関係あるのかな。ミニゲームがあって言われたから別のゲーム始まってた可能性ある。私は健全な心を持ってない。ゲーム続行しますか。はい。変わるかな。あれ？あの子は誰だっけ？何に悩んでいたのかな？うわあ、全然違うじゃん。ん？ここって何？あれの後ってこと？家を選んで健全な心を持ってた私はここに落とされて健全でない自分が始まる？ああ、大きな鏡ある。じゃあ全然違うゲームを俺は必死に。いや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 、言ってたのか？あたし。ああ、アイコンも違う。細かくていいね。あたし。じゃあこれ見ちゃおう。ここに何があるかな。おお、私ってかわいい。ベリベリキュート、美しい。ファンタスティック。いやいや、ないね。うんうん、しかも自分で言ってるのにゃ。猫だ、誰？あいたたただね。あいたたたなのにゃ。ぷぷぷ。クスクス。何者だこのマスコットキャラクター。わあ。君たち誰？知りたいのかにゃ。片耳ないやつね。僕たちはゴミ。そうそう、ゴミなのにゃ。あ、じゃあ私と一緒ですね。どうして？いらないって捨てられちゃったのね。そうそう、ぽいって捨てられちゃったのにゃ。そんなのひどい。誰が捨てたの？表情豊かで可愛いなこの子。とにかくひどい。だけどにゃ、君だって僕たちと同じ。一緒にしないで。えい。ああ、ゴミなんだよね。あそこゴミ箱だったのか。わあ、いろいろいるゴミが。うう。変なとこ来ちゃった。ここはさっきの鏡の中？でもでもでも、なんか違う。誰かに聞いてみよう。よし。わあ、たくさんいる。話しかけないでおこうかな。出ていこう。あ、出ていけちゃった。ああ、ちょっと話違う。戻りたい。まあでも大丈夫か、話しても。いやいや、はじめましてだね。うわー、首だけ食いそうな顔してるな、お前。僕はみんなの楽しいおじさん。みんなからは、楽しいおじさんって呼ばれてるかな？僕の好きな数字を当てられたら、いいものをあげるよ。100。お、僕の好きな数字が分かったのかい？それじゃあ僕の好きな数字をここに3つ書いてくれたまえ。いいかい、3つだよ。000。残念。でも大丈夫、ヒントを教えてあげよう。僕は好きな数字を忘れないように頭の後ろに書いてあるんだ。ほらね。3、ほんとだ。僕の好きな数字が分かったのかい？3つ書いてくれたまえ。あ、なるほどね。いいかい、3つだよ。333。おお、大正解。いやいや、君は天才かな。ご褒美に僕の宝物をたくさんあげよう。何かたくさんもらった。なんだ？なんかいっぱいいいの？もちろんだと思う。さあさあ、受け取っておくれ。ありがとう。なんだ？あ、いっぱい。おじさんの包み紙、おじさんの鼻紙ティッシュ、おじさんの破片、賞味期限切れのおじさん。あ、綺麗なおじさん。不思議なおじさん。たくさんもらっちゃった。さよなら。目が3つある、君。
あら、しんりちゃん、こんにちは、三つ目だよ。よろしくね。おじさんと付き合ってるだろ、お前。ここ結構退屈な場所だから、おしゃべりくらいしかすることないんだよね。ここ何なんだろうね。三つ目ちゃんも不意に来ちゃったのか。綺麗な鍵を見せますか。ああ、じゃあ見る？見るだけよ。ああ、なんだ、俺が扉だからって鍵を見せつけてんのか、この野郎。そんな鍵で何しよってんだ、てめえ。まさか俺を開けられるとでも思ったのか、畜生。でも残念だったな。その鍵じゃ俺どころか誰の心も開けられねえぜ、バカ野郎。そうか、俺に話しかけるんじゃねえ。あ、心を閉ざしてる、扉だけにな。あら、ごきげんよう。あんた見ない顔ね。はじめまして。あ、こいつがボスか。お前は？あ、あの、まだここに来たばかりなんですね。ちょっと一緒に考えてほしいことがあって、よかったら来てください、あとでね。うん、わかりました、待ってます。じゃあ一緒に行ってあげようか。うん、ありがとうございます。こっちに来てください、変な抜け道あるんです。あー、まだま、後の方が良かったかな。うわー、無理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 、覗いてみてください、お願いします。やだよ、バカじゃないの、絶対やだ。分かったよ。ウサギとカメ、始まり始まり。あるところにウサギとカメがおりました。ウサギは足が速くてモフモフで可愛くて、友達もたくさんいてとても人気者です。一方カメは足が遅く、皆についていけず友達もいませんでした。いいな、僕もウサギさんのように人気者になりたいな。カメはいつもそんなことを思いながら、ウサギとウサギさんの仲間たちを眺めていました。ある日、町でマラソン大会が開かれました。よいどん。スタートの合図とともにウサギは先頭を走ります。カメは追いつこうと一生懸命足を動かしました。ですが足の速いウサギにはかないません。カメはすぐに諦めてしまいました。どうせ僕はウサギにはなれない、頑張ったって無駄なんだ、たとえ僕が勝ってもゴールにたどり着いても誰も喜んでくれない、カメはコースから外れて一人でお家に帰ってしまいました、とさ。おしまい。めでたしめでたし。なんでウサギがこんな顔してんだよ。じゃあ、あのやっぱり変ですよね、この物語。そう、私が昔聞いた話とはちょっと違ってて、そのウサギの都合のいいようになってたのか。カメはどうしたらよかったと思いますか。ウサギを殺すしかないんじゃない。うーん、ウサギ邪魔だよね。ウサギを殺しちゃえばいいんだよ。ひえ、殺しちゃうんですか。でも、もしカメがそうしちゃったら、さっきのところもう一度覗いてみるといいかもです。なんでしょうか。お家に帰ったカメは一人で悶々と考えていました。うーん、どうしたらいいんだ。ウサギがいるからダメなんだ。ウサギのせいで頑張る気持ちがなくなってしまう。ウサギがいなければ僕にだって友達ができるかもしれない。ウサギは才能がありすぎてずるいんだ、欲張りなんだ。あいつを殺してやる。おお、数日後、カメはウサギの家に行って毒入りの人参をプレゼントしました。もう無敵の人じゃん、カメ。わあ、嬉しい、カメさんありがとう。しばらくしてウサギが死んだという話を聞いたカメは大喜びしました。邪魔者がいなくなったカメは早速友達を作ろうと町に出かけました。ですが町のみんなはウサギが亡くなったことを悲しみ、カメの相手をしてくれません。そうだよな、ち、僕を受け入れてくれないの、この町は終わってる。そう言い残してカメはどんどんひねくれていきました。元からな気もするけどな。めでたしめでたし。悲しい話だな、やっぱり。なんだか悲しいですね。でもカメにはウサギを殺してしまう力あるんですね。そろそろ戻りましょうか。お話できてよかったです。なんかやだな、嫌なルートだな。ね、そう思わない？可愛くなりたい、綺麗になりたい、美しくなりたい。できないと生きてる意味ないよね。負けた負けた、僕は敗北者、もう何もしたくない。あ、なんかもう負の感情が、薄汚れたぬいぐるみが落ちてる。これウサギの死骸っていうことか。ひとつめちゃんだ、こんにちは。ここはどこだろう、すいません、よくわからなくて。あ、僕イチルって言います、よろしくです。じゃあ私はフチニチルっていうことかな。あの、変なこと聞いてもいいですか。僕って人間ですよね。多分一応。よかった、ここに来てから何が何だかわからなくてありがとうございます。僕はどうやってここに、どうすればいいんだろう。わからないよ、別人なのかな、私の人格とかかなと思ったけど、そういうわけでもなさそう。何か面白いものあった。なんか、絵本、自分でストーリー選べる絵本が置いてあった。うわー、なんかいる。さっきはごめんね、僕はポンク。僕たちは一歩ずつしか進めないのね、なんでもないのね。さっきは突き飛ばしちゃってごめんね。
僕はニャッポ。君が最初にいた場所は上からどんどんゴミが降ってくる場所だったのにゃ。許してにゃ。そうか、だからあっちのルートの私はそこでゴミに落ちてきて、落ちてきた先がここと。じゃああのボスみたいなやつと話すか。あれいない。タイトルはあの子になれなかった彼女たち。すごい、絵がこっち見てる。ウケる、マジウケるんですけど、めっちゃ見てるね。そう思いません？私忙しいの。話なら後にしてちょうだいな。嫌な職場だここは。嫌な匂いがする。なんだろうこれ。何これ、首とか入ってる。あ、鍵見せようかな、もう一回。お前暇なのか？うん、仕方ねえな。面白い場所見つけちまったんだが、変なとこなんだよ。ついてこい、強制だかんな。どこへ行くな？うわー、赤い鍵があって、何でしょうか。うひょひょい、ここは一体何なんだ？よくわからないけど、へんてこな部屋だぜ。うひょい、何でしょう。いいな、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 いいな。私にはないもの、あなたは当たり前のように持ってるの。いいな、いいな、羨ましいな、いいな、いいな、羨ましいな、いいな。私この姿でいるの苦しい、辛い、気持ち悪い、助けてよ。お願い、私のこと壊して。わかった、できない。なんで、なんで、なんで、なんで。そのままでもいいんじゃないかな。その姿、とっても可愛いよ。ちょっと理解ができてないからね。あなたの意見なんて聞いてないのよ。私は苦しいの。あなたが良くても私は辛いの。あなたが好きでも私は嫌なの。あなたが悲しくても私は気持ち悪いの。気持ち悪いの。気持ち悪いの。あなたは人の気持ちなんてわからなそうだし、いいわ。別の人に頼むから。私、あなたみたいな人嫌いよ。さよなら。ひどいな。わあ、ちょっと待って。もっと話聞かせて。無視される。あ、そっぽ向いてんのね。そっぽ向いてんのが。ひどいね、ひどい、あの子ひどい、いじめる。ちょっと待って、あんたも私のこと避けてんの？最悪なんだけど。おい、ちょっと、なん、お前が避けるのは違くないか？待って。よし。もう、ワン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 。これ何？あっはっは、驚いた。私にも意識あるのよ。でも私はもうこれ以上何者にもなれないの。ねえ、かわいそう、かわいそうでしょ？作りかけの部屋みたいだ。あんまり何もないな。じゃあ、殺しておくべきだったか。戻るか。あ、なんか新しい子いるね。かわいいね。エキドナちゃん？10。お前は？私は私。よろしくね。数字に関係あるやつが多いね。3が好きだったり、3つ目だったり、1つ目だったり、10だったり。変なやつ。私は0かな。じゃあ、そういう意味では。あれ、こんなのあった？こんなゴミ。ねえ、あった？あらら、不思議な種をお持ちなのね。そうだわ、いいものあげるから、ちょっと私についてきなさい。わかった。さあ、こっちよ。わあ、なんでしょう、これ。例のものはその部屋にあるわわ。例のものはな、その部屋にあるわ。なんでしょう。倉庫、あ、倉庫ですか、こちら。あ、壺が3つ、鉢植えか。3つの鉢植えがあるわ。3つの鉢植えがあるじゃろ。それぞれの鉢植えで植物を育てると不思議なことが起こる。魔法の鉢植えみたいよ。金はお金、銀は愛、茶色の鉢植えは宝石。お金と違いがわからんな。あー、茶色気になるな。ちょっと宝石っていうのは何なんでしょう。さあ、種を。あ、これ種、これが種。ワクワク、うんちっちだわ。わあ、こんにちは。ちょっとあんた、それはちょっと想定外だわ。危なくはなさそうだけど、あんたそれどうするのよ。でも宝石があるには確かにそうだから、まあ育ててみるか。育てる、正気なの？何があっても私は知らないわよ。まあいいわ、あなたの自己責任ってことでね。バラバラの選択肢選んじゃってるから、なんか中途半端なエンディングいきそうだね、こりゃ。まったくびっくりしちゃったわ。疲れちゃったし帰りましょう。じゃあ次は誰だろう。三つ目ちゃんかな、この感じ。察するに。あ、大丈夫？足の踏み場もなくなってきちゃったね。確かに物増えてるな。壊れてるものとか生ゴミばっかり。ここから出られる手がかりになるのかな。私はもうちょっと調べてみるね。あ、そう。一つ目ちゃんは？どんどん物が増えますね。ここから出られないのかな。確かにめっちゃ増えてんな。あ、なんかいる。触れますか？あ、触れようかな。タッチ。あ、あれれ？色が変わってる。
え、わあびっくりした。どうなっちゃうの。わあ真っ暗。うわあ、燃えてる。ルンフェルノ燃えてる。そうだ、みんなどこ行っちゃったの。なんで燃えてんのこの絵。どうしよう、みんないなくなっちゃったし。もうあらら、おい、はっ、おい誰か。もう諦めてずっと一緒にいようね。あ、誰目線だこれは。私はダメな子、せめて誰かの気分を悪くさせないように。何もかも忘れて明るく元気にできたらなって思っただけなの。なんか友達が言った、なんか三つ目の子と一つ目の子かな。あ、でもエキドナちゃんと銃か、銃と猫とポンタがいる。どういうことだ？これは友達同士なのかな？エンド3廃人。絶対失敗だな、このエンディングは。はい。ということで、ゴミ屋敷。確かエンディングが5種類だったかな？あるかなと思うんで、じゃあ次回ちょっと全部のエンディング獲得しに行きたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。